いのトンネルを通り、ジェットコースターを駆け抜けた、サンチョちゃんと男3人。難所の初のコースターは、奇跡的に、敵の脇が甘くて楽々ゴール。しかし、次に控えるは、遊園地最強難易度のステージだった。さあ始まりました。ダークカーニバル中最難関と言われる、今回のこのステージ。すでに数回失敗してて、サンチョちゃんの気が立っている模様。やっほー！皆殺し、皆殺しじゃ。おお、怖い怖い。この最初のところ、毎回毎回感染者大量にいて、すぐ進めないのほんとムカつく。でも、下手に突っ込むと、ただでさえ低いクリアへの成功率が、ほぼ無に等しくなっちゃうから、冷静に処理してから進もうね。つーか、ここ、本当にシングルでクリアできるんですか？最後のところきつすぎるんですけど。うん、プレイヤー以外、投擲系のアイテムを所持できないシングルでは困難を極めるね。ゲロビンを持っていれば、成功率もだいぶ上がるんだけど、このステージには、ゲロビンが配置されないみたいだし、前回から持ち越せばいいんだけど、新規で録画してるから、持ち越しアイテムないしで絶対絶命だね。はぁ、あ。それじゃあまず、ポイントを押さえよう。なんでここが難しいとされているのか、その理由を挙げていくよ。1、弾薬の補給場所が少ない。セーフハウスを出てから、次の補給場所まで、結構距離があるから、あんまり、景気よく撃っていると、弾切れになるよ。特に、シングルだと、プレイヤーが先頭に立って進むから、弾の消費が激しいね。まあ、その辺は、サブウェポンとか近接武器を多用すれば、特に問題にはなりませんけどね。2、死に戻り場所が1箇所しかない。他のステージには、いくつもある死に戻り場所。だけど、このステージでは、序盤の仮設トイレみたいなところにしか死に戻れないよ。中盤以降で死人が出ると、わざわざ戻らなきゃいけないから、時間がかかるね。でも、一人でも欠けてると、成功率がうんと下がるから、なるべく引き返そう。それも気をつければ、特に問題にはならないですね。途中タンクが出ると、結構男どもが死んだりしますけど。3、動的アイテムが、パイプボムか火炎瓶だけ。もしかしたら、ゲロビンも出るのかもしれないけど、今回、クリアまで、ずっとゲロビンは出なかったよ。これは本当に鬼畜仕様ですね。ゲロさえあれば簡単なのに。まさかゲロをこんなに求める日が来ようとは。あ、タンクの声だ。4、最後の強制ラッシュイベント。これが、このステージをダークカーニバル中最難関にしている原因だよ。前回のジェットコースターも結構難易度高いんだけど、成功率はやっぱりここの方が低い気がするよ。地形的にスモーカー、スピッター、チャーチャーの能力を最大限引き出せる作りになってるね。あと、容赦ない無限脇。狭い一直線の道に無限脇の感染者。それだけなら、まだ近接武器で押し進めるからいいんですけど、たまにチャージャーが突っ込んでくるんですよね。最悪の場合、最初の方まで一気に輸送されます。あと、開けた場所まで行ったのにハンターに飛びかかられたり、感染者に囲まれてるところにスピッターに3吐かれたりと、敵にかなり有利な作りですわ。とまあそんな感じだね。それじゃあ、前置きはこれぐらいにして、サンジョちゃんファイト。なんかコーチ死んでるんですが、それは。さっき注意すれば問題ないって言ってたのにね。いや、だってタンクに潰されたらしゃあないですやん。まあね、2発であの余裕だもんね。どうする？戻る。めんどくさいからこのまま行きましょう。もういいんですよ。どうせクリアできませんから。死に戻りを繰り返しすぎて、達観した感じになったね、サンジョちゃん。無我の境地です。ほら、救急キット拾っとけよ。パイプ爆弾。ピル。この場合は、ピルより、アドレナリンの方がいいんだろうか。エキスパのダメージは、だいたい一撃で20ぐらい減るし、焼け石に水って感じだよね。アドレナリンの方が、ダメージでひるまない分役立ちそう。噂をすればアドレナリンが。
Adrenaline shot here. Grabbing a shot. Grabbing a shot. I can use these pills. Oh yeah. これでよし。武器もスナイパーかショットガンで迷うんですよね。直線ならスナイパー強いけど、突破力はショットガンの方が上だしね。これは完全に自分の使いやすい方でいいと思うよ。じゃあやっぱショットガンかな。あとはパイプボムと火炎瓶のどっちで行くかですね。済むならパイプボムの方がいい気もするけど、効果時間が短いから微妙だね。だからって火炎瓶がいいとも言えないけど。そうこうしているうちに例の強制ラッシュイベント会場のすぐ近くまで来たね。そうですね。たまにこの辺に救急キット落ちてるんですよね。このステージの唯一の良心として、ここにはほぼ確定で救急キットが置いてあるね。特に今は必要ないですけどね。ここの説明としては、レバーを操作してゲートが開くまで耐久ラッシュ、その後ゲートが開いたらセーフハウスまでなんとか入ろうっていう単純なものだよ。基本的には最初の耐久はこの上にいれば問題なく耐えられるよ。たまにスモーカーに引っ張られて落とされると厄介だけどね。ジャンプしてれば後ろからは感染者登ってこれませんし、目の前に弾あるから弾切れもないし、耐久は楽勝ですね。問題はその後だからね。なんでエリスはハンドガンでナメプしてんだ。殺すぞ。後ろもちゃんと見ろよな、おっさん。ゲートが開いたね。でも、焦りは禁物。無限脇の合間を狙おう。あ、いや、私悪くないですよ。急にエリスが飛び出してきたんで、良くない流れだね。いや、私悪くないですよ。おっさんが急にムーンウォークしてくるのが悪いんですよ。こりゃダメかな。あ、やべ、スモーカーだ。ここでのスモーカーの痛さは異常。ショットガンだから遠くの敵は。ふざけんな、ザコども。まずいね。体力が10しかないよ。くっそ、いつになったら止まるんだよ。今だ。よし。と思ったらまた始まった。ジリ貧だね。でも、湧いてる時に行くと 100% 無理だからね。ここは機会を伺おう、フッス。やんだ。待っていたぜ、この時を。ある程度進むとまた湧き始めるから、ここからが正念場だね。はぁ。さて、問題のまっすぐ通路。後ろは任せたぞ、役立たずでも。バーカ。ナイスブロック。今回は近接武器じゃなかったのが、吉と出るか凶と出るか。突っ込んで倒れて固定放題になるのがデザートの役割ですから、シングルには抜いてない。出た、チャージャー先輩の地獄のタックルだ。食らったものは最初まで戻される。クソったれ、やってられるか。はぁ、うん、なかなかいい感じ。しかし残念、昆明の罠。なんで？
まい、三女ちゃん。とまあ、さっきからこんな感じのことを繰り返しているわけですよ。リゼロで言うところの序盤のやたら死ぬのに解決策を見出せない状態。それからしばらく、死に戻りを繰り返した三女ちゃん。今度は全員生きてるし、近接武器だし、アドレナリンもある。勝つる、これで勝つる。よし、突貫じゃ。頭を狙うことで、効率よく、大勢の敵を倒せる。そして、ダメ押しのアドレナリン打って突撃。はあ、はあ、まだだ、まだチャンスはある。はあ、もう少しのところで寝られてるし。あ、ゆかり復活。最低。またある時はタンクに打ちのめされたりもした。うお、タンクじゃん。でもここにははしごがあるから、それ利用すれば楽に倒せるんだよね。さあ、タンクが私を狙って、はしごの下で詰まってる間にやっておしまい。ちょっと。ああ、もう作戦がめちゃくちゃだよ。はあ。しかも弾切れかよ。はいはい、死んだ死んだ。そしてとうとう、オンラインに手を出したりもした。いやー、バカな AI と違って、ほんと頼りになるわ。名前を隠すために、モザイクフィルター、編集で入れてるから、視聴者さんにはごめんなさい。クリアさえできれば問題なし。それに、私が倒れても、誰かがゴールすればクリアなのがいいね。ああ、すいませんね。わざわざ助けてもらっちゃって。こういう助け合いも、オンラインも醍醐味だよね。自然と仲間意識みたいなのが生まれて、ほっこりしちゃう。これはいけるのでは？わあ、優しいなあこの人。私だったらとりあえず、セーフルーム入って、クリア確定を優先した。あ、これは。シングルに帰ろう。なんて声をかけたものか。オンラインでフレンドリファイアありだと、どうしても、ああいう人が出てきちゃうんだよね。その時は、素早く殺すか、諦めるしかないね。一応、強制退出の多数決機能もあるけど、使う頃には、みんな死んだ後だし。なるほど。火炎瓶とガソリンタンクをフル活用してじわじわと進む作戦だね。入ったけど、ここは扉閉める前だとセーフルームの中にも湧いたりするから、まだ安心しちゃダメだよ。やったぜ、おめでとう三女ちゃん。今までの苦労が報われてよかったよ。次回はここと比べればもうお決まりの耐久ゲームだから安心してね。それじゃあバイバイ。
る目あるじゃねえか。やっぱわかるやつにはわかるんだな。いい心がけだ。褒美に一回だけ食事に付き合ってやるよ。金はそっち持ちでな。一組3000円な。ないだろうね。でもつけないよりはつけた方が強くなる気がしちゃうんだよね。その先がどうなってるかによるね。今回みたいな時は攻撃されてもスピードが落ちないアドレナリンの方がいいし、先が長いならピルの方を取るよ。5万。コースターは乗り物において最強。落ち着いてプレイするのが重要だね。正直1回でこんなにうまくいくとは思わなかったよ。その分今回にツケが回ってきたのかな。